はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、呼吸の仕組みを体と脳から知るということで、体と脳の2つの観点からですね、呼吸のメカニズムを知ると、新型コロナウイルス感染症まで含めて呼吸トラブルにですね、由来する障害ですとか症状というものをより理解をするということができますので、そちらをですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、そもそもじゃあ呼吸とは何かというところ、呼吸は生命維持のためのエネルギーを生み出す行為というのがまず一般的なところになります。そのためにはやはり必要な酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すということが必要になってきます。で、一般的に人の肺というのは大体5リットルから6リットル程度容量があるというふうに言われています。よく検査なんかで出てくる肺活量というのはまたちょっと違うんですが、肺活量は男性だと大体4リットルから5リットルぐらい、女性だと大体3リットル程度というのが一般的には言われていますし、1回の呼吸で500ミリリットル程度、ペットボトル1本分ぐらいですね、私たちは換気をしているということが考えられています。で、その呼吸をする際に、私は口や鼻からこう息をと吸い込んで、それがこうずっと肺まで行って、それをまた吐き出すということをしているんですが、この空気が流れる通り道のことを気道というふうに言います。で、この気道を大きく上半分と下半分というふうに2つに分けることができます。上半分を上気道と言いまして、下の3つを下気道というふうに言います。で、なぜこれが大事かというと、この上気道が実は炎症を起こすことが多いです。例えば私たちがよく一般的に出る風邪と言われている症状は、この上気道の炎症のことを指します。そして、この新型コロナウイルス感染症についても、この上気道でウイルスが増殖するということは実は分かってきました。で、これが重症化した場合は下気道まで進展するということも実は分かっています。なので、この気道をしっかり理解するということは大変大事です。この気道を構成する各器官、例えば肺とか気管支とかも含めて、これを呼吸器というふうに言いますので、ぜひまずはこちらをですね、参考にしていただけると幸いです。そして、ここからは呼吸に関連する私たちの脳の仕組みについて解説をさせていただきたいというふうに思います。呼吸にトラブルが生じると、当然体にも影響が出てくるんですが、やはり心にも大きく影響が現れて衰弱してきます。で、この現象は脳のメカニズムを知ると、実はより理解が含まれるようになっています。私たちの普段の呼吸は、エネルギー代謝の司令塔、脳幹と呼ばれているところが司っています。で、無意識のうちに体内の酸素と二酸化炭素の量をですね、しっかりこうモニターをして、その後自動的に自律神経というものが働いて、この交感神経と副交感神経のこうバランスを取りながら一定のリズムを保つということをしています。ところが、恐怖ですとか不安ですとか怒りですとか、こう精神的に不安定になってくると、呼吸が浅く苦しくなってきます。で、そうするとその情報がですね、感情によって変化をする呼吸の指令で、これを扁桃体というところがあるんですが、ここで感知されます。そうすると、もっと呼吸をしなさいというふうに、こう脳からの指令が出てですね、意識的に行う呼吸の指令と、これを大脳皮質というふうに言うんですが、ここからですね、出されて、それすると呼吸数が増えて、リズムが乱れてしまって、換気がうまくできないということで、体への負担がどんどん増してしまいます。結果、やっぱり疲労であったり、血圧が上がってしまったり、不眠等が現れてきてしまうということがありますので、これが日常生活にも支障を来す、悪影響を及ぼしてしまうということがあります。この状態、近年特に多くなっているんですが、特に痩せている高齢者の方ですとか、若い女性によく見られているという傾向があります。さらにコロナの影響も相まって、今見過ごすことができない状況になりつつあるというのは分かっています。なので、大事なポイントは、呼吸数を安定させるということです。だいたい1人1分あたり12回から20回程度が一般的な呼吸数ということが言われていますが、この呼吸層をより深くゆったりとしたものにすることで、不安な気持ちを鎮めるということが
大変重要なアプローチになってきますので、このあたりをぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。